さてで、ここの台のところの絵も、まあまあまあ、デジタルアートブックにあったやつかな。他に特にめぼしいものはないけど、この段階ではまだ6いないんだな。音がしてからだね。出現するのが。えー、っと、今ここを割ったんですけども、あ割ると出現すんのね、君は。<laughs> 割ると出現してあこの段階では何もやってないですねまだいやなんかなんかなんかはやってんだけど指折りはやってないねで近づいてみるとあ近づくと折り始めるんだ これだねあ近づいたから終わっちゃった <laughs> なんてこった。で、改めてこの状態でやるとあっ、折ってるねあー、なるほど。あそっかそっか、繰り返しなんかやってんじゃなくってあのー。 この指を一本曲げてもう一本の指を奥にべきって二回やるんだ。あーなんかずっとなんだろう。繰り返し動作をしてんのかなーって思ったらそうじゃないんだ。しかもよく見ると別に折ってもいないんだな。曲げてるだけだね。まあ遊んでただけですね。さあいよいよこっちのエリアなんですけどもこのね もろこしは見たよね。もろこしは見ていて。あ、この絵もさっきのとこにあった絵と一緒ですね。まあ、この先もいろいろ見てみたいんですが、まずはポップコーン出るところを見てみたいですね。ということで、ポップコーンを放り込んで、で、現状だと、まあ中にポップコーンがあって、 ポップコーンじゃねえや <laughs>。もろこしですね。えー、もろこしがあって、外側にポップコーンがあると。まあ、この状態ですね。じゃあ、これで燃やしたときにどうなるかですね。さあ、外側にあるポップコーンが中に移動するのか。移動したー <laughs> 移動しましたね。確実に今移動しましたね。 今確実に移動しましたねいや面白いでこれ中に入らないと跳ねないんだ <laughs> 中にはねるあの入るとこうやってポンポンって跳ねるんですけど入らないとダメなんだねさてこっち側のエリアも見ていきましょうかなんか新聞があるんですがうん上の絵は何だろう ちょっとわかんないですね。下はなんか自転車に乗ってる少年っぽいのが映ってますが、上の男性、なんかブルドッグみたいな顔してますけど、確かに文章までは見えねえからな。で、えー、抜けた先のところなんですが、ちょっとここら辺暗いんだよな。で、えー、ここにある絵は、 うん,うん。他のとこにもあった絵と同じですね。そういえばなんか、ここに乗るとこいつ動くらしいですね。<laughs> めっちゃ暴れる。これさ、暴れるっていうことはさ、こいつも、あの、手とかと一緒で、あ,あ、でも、よく見ると人形じゃないのか、こいつの体。 いやよくわかんねえな。よく見ると普通の肌っぽくも、まあ見えなくもないですね。で、えー、っと、この先ですね。この先。ここに光源があるんだな。で、お、お、まあ一応ドアとかあるけど、まあ中はないよと。この先も、あ、一応なんか、 絶対見えないけど、この先にも一応ドアがありますね。まあもちろん先はないですけど。で、襲われるところなんですが、これはドクターだね。ちょっと明かりが、あ、若干見えるかなうん、なんかドクターっぽい。と、あと病院のベッドで寝てる絵かな。で、えー、一応こちら側、カメラのアングル的には行けたんだね。で、 中はあ裏側のとこを見ても特に誰かが寝てるわけではないのか。で、さっき見た通り、この先はね、抜けちゃうだけだから、特に何もないと。他のベッドのところも、見る限り、特に誰かが寝てるわけではないんだね。カーテンがそよそ,しそ,よ,そよしてるだけで。 で、えー、本来乗れないベッドの上に乗ってみると、うん、こいつら当たり判定ないですね。<laughs> このベッドにいるやつらは当たり判定がなくって、で、こっち側に絵があるのかなと思ったけど、棚があるだけなんだな。うんで。こっちは関係ないと。で、一応こっち側も見ようか。多分こっちもね、ベッドがあるだけでって、ああ、襲ってきちゃうな。 こちら側も、うん、ベッドがあるだけで、誰か、ああ、ここには、腰掛けてる人がいるだけかな。で、抜けちゃって、抜けた後は、あー、でも頭突っ込んでるの一人だけで、あれ <laughs> 他に大量に追いかけてきてたはずなんだけど、誰もいないですね。 こっち側は、そのダクトンとこ行くんだよね、本来のルートは。で、当然この中は何もなくて。はい、じゃあ本来行かない方の先の方をちょっと見てみましょう。まあ、ここも特に何もないじゃないんだろうけど。あ、また奥のところに、見えないところに扉がありますね。まあ、その先は何もないと。 うん、まあ、今までよく見てきた作りと一緒ですね。で、ダクトのところ、上から光が来てるけど、当然何もなくって、えー、ダクトの <laughs>、ここですね。ここに明かりが <laughs>、光源があるってうだけですね。じゃあ、ここも見ていきましょうか。これあの、実績解除用の地図ですね。で、なんかこの目が、 ヒントになってたらしいですねおっとなんか詰まってんな汚物が詰まってますねあ <laughs> これあれかあの手を伸ばしてくるやつらかあちょっと待って手を伸ばしてくるやつら手だけかと思いきや1体だけちゃんと体があ 頭出すやつかこいつ。頭出し要因ですね。頭出し要因だけちゃんと体がありますね。あとは手だけ。で、反対側もそうかな。うん、手だけがあって、あ、こっちは頭出し要因がいないんで、手しかないですね。で、確かこの先から出てくるよね。 ああ、スタンバイしてますね。ちゃんとスタンバイしてる。で、その先はやっぱり何もないですね。うん。<laughs> スタンバイしてますね。で、こっちの方も。ああ、ちょっとここは暗くてわかんねえな、さすがに。さすがにわかんないですが。うん、なんか中でうごめいてますね。 中見ると中ちゃんとうごめいていてああ見れないなあーしかもここは壁がない一つ目のところはちゃんと壁に囲まれてるのここ壁がないですね落ちそうあしまった中入っちゃったもう 先にに食わせる気はなかったのにまあとりあえずこれあれですよねコミック版無料で読めるコミック版の女の子が閉じ込められてた部屋がここなんですよねあのスプーンとかもありますよねつい最近さすがに見ないとあかんだろうと思って見たんですよねうんかなりクオリティが高くてあのー 多分、この動画を見てる方々は、もう見てると思いますけど、もしまだね、あの見てらっしゃらない方がいらっしゃったら、あのスマホで無料で見れますので、アプリダウンロードすれば、ぜひ見てみてください。で、ここの穴の、ちょよく、よく見えない。穴の下は、穴の下は突き抜けてるんだね。中からネズミの声だけはするけど、 中は空洞ですね。反対側から見ると、おなんだこれなんか不思議な三角形に。なんか端っことかも <laughs>、不思議な構造になってますね、反対側は。そしてなんだこの空中の床は。まあ、とりあえずこの下には何もないと。 で、おそらく、これが、このファントムが、あの女の子だよね。コミック版で出てきた。でこれ、すごいね。壁の上の方まで、数字がこの刻まれてるんで、数字っていうか、この数えるやつ。じゃあ、そっちじゃない、こっちの先はどうなってんのと。あ行き止まりだ。 ドアすらないですね、こっちは。ええ。いつもだったらなんか、一応ドアぐらいは置いてあるのに、完全な行き止まりですね。